お疲れ様です。今日はですね、マグサク8日目やっていきます。というわけでですね、だいぶね、はい、進みまして、まあ履歴はもちろんね、はい、負けがついていないんですけども、今日はね、なんて言っても人生が変わります。3400でウルトラレアをね、解禁できるんですよ。で、解禁すると、そっからこう、ウルトラ祭り。なので、ちょっとこのウルトラ何が出るかで、だいぶ変わってくる。そうで手に入れたやつをちょっとこの今使ってるデッキにどうにか組み込んでさらなるねパワーアップをしていきたいなといったところで今日は一旦こちらでね始めていこうと思います。ということはですよ、ということは俺がウルトラをゲットできる、すなわち対戦相手にもウルトラレアが出てくるってことなんですよね。多分ね、ほんと前回までの仕組みだと、トロほんと1000とかでもウルトラを手に入れられる可能性があった気がするんですよね。僕の記憶が正しければですけども。で、今回からは、まあ、3000この辺に来ないと、まあ、ウルトラがね、ほぼ確で手に入んないようになったみたいな。確定かな？ウルトラまあ一回も出てきてないんで、多分そうっすね。だからいろいろ仕組みが変わって、よいしょ。それはまた慣れないといけないところなんですけども、一旦耐えたい。トリマ初ウルトラが楽しみすぎてやばい。何がいいだろうな、あの本気でスパーキーとかはやめてほしい。マジ、あ何がいいんだろうな。正直ゴブリンバレルを使うのはもう確定してるんで、そのゴブリンバレルと組み合わせやすいカードがいいね。まあ例えばメガナイト、まあメガナイトもまあぶっちゃけバルキリー今いるからいらないっちゃいらないんですけど、まあメガナイトバレル、あとはディガーバレル、そしてちょっとね単純に強いフェニックスバレル、まああとは安定はしにくいんですけど、まあバレルといえばプリンセスね、はい、とかもありかなとは思ってますね。まあスパーキーバレルとかはだいぶむずいな。あとはウルトラ何回いたっけって感じなんですけど、これやべえかな。一応矢打ちます。うん、覚えてねえな。チャンピオン欲しい。ウルトラあと何がいたっけ、ラバとかか。ああマジラバとか絶対使わないっすね。ラババレルはさすがにないと思うので、みたいなところの俺の引きもね、はい、大事になってくるんじゃないかなと。とりあえず勝とうか。いやウルトラ手に入ると本気で本格的にもうデッキも決めていかないといけないですね。そうデッキも確定させて、そうバレル最強ちょっとね散らばらせたらねちょっともったいないんで、エンレベカードがね、はい、できるだけ固めさせてフルカンデッキを作りたい。これスケルトン部隊いきます。こんにちは。ほらから気持ちいいがさあ折れていく。これで3000億いかないのか。もう一勝ですね。はい、もう一勝して3-4いけると思うので、うわーちょっと楽しみすぎる。だいぶ変わるっすからね、初めてのウルトラレアをね手に入れるってことですから、言ったらそれは興奮するっすよ。そうしっかりねキングまでいただいちゃいます。でウルトラゲットするとあのワイルドカードもあるんで、ぶっちゃけ10にして11ぐらいまではスッといけますね。はい、なんで即採用します。さあ来ました、ここ勝てばウルトラ解禁マジで欲しい。しかもセール絶対来るから、ウルトラレアが手に入るセールが絶対来るんですよ。来い秒で。これで俺あーちょっと強いな。これで倒れたら幸せだったけど、さあネクロに対してバルキリーを直当てしたいので一旦台風で待とう。この間にレベル8だと壊れそうだな。さあネクロ短期、まだウルトラは一回も出会っておりません。ちなみにありがとう、来ましたウルトラレア解禁。ちょ待って、セール来ます。マジで今んとこの傾向だとその解禁されたカードが絶対手に入るセールなんですよ。だからこそ前回のマジショーだった。でも今回そう考えたらウルトラ8枚が手に入るぶっ壊れセールが来る。いきます、ガチで来い。
左のページまで来るぞ。さあ解禁。一旦ここで欲しいのはインドラ、メガナイトインドラだったら嬉しいですね。大当たりです。さあ行きます。来い。いやもうこれ邪魔、このアリーナ Q のセール邪魔。これ買えばいいか、買えば今すぐこっちのセールが来てくれんのか。うわーマジかー。まあまあまあ、まあ、ってことは明日とかになれば、これがなくなれば多分ダルブ10のセールが来るんで、それまでは耐え、まあ、シンプルに3号いけばウルトラ手に入ります。行きましょう。いやーでもこっから怖くなるなー。ガチ相手ウルトラ持ってる、あのサルスからね、普通にセール買ってるとかで。そう、一旦バレルでしばいていく。まあ、12バレルだからな、ウルトラ。さあ、これだけで500。ハンターは珍しいね。あんま出会ってこなかったな。おー、え？めちゃくちゃいい。いやー、やだめ。ホグプラスやなめな。そんなね、読みで打たなきゃね、スケブに。うわ、強いリガ。え、てかウルトラや。はじめましてです、ウルトラリア。アイスピ使ったらこれだけできつそう。これ逆もいっちゃおうぜ。どっちか止まんないぜ。ウルトラ来たけど、まあ、ディガーってなんかね、どうなんだろうな。ディガーを使うなら、いやでもまあバレルディガーか、迫撃ディガーにしちゃおうかなとか思ったんですけど、さすがにゴブリンバレル強すぎるかな。まあ、バレルディガーで呪文どっかに打たせるカード入れて、まあアチャコウモリとかね、ほんと呪文使ったとこバレルディガーでワンパン、ちょっとありっすね。面白そうだしな、テクニシャンになれそうな。ディガーバレルで負け策はなかなか怖いけどな。さあだいぶやばい。ミニピを許してしまう滞在を犯しましたね、これ。いや、てか、ディガー12、お前。いつまでおんねん。まあ、12だもんな。4つも見せて。4つって冷静にやばいよな。いくら掘られたんだ。よいしょ。さあ、やなめ打ちたいけど、無理にはいかない。いやー、素晴らしい防衛。いやでもこれアーチャー強くてよかった。これスケブない。え、回んの早くね。ちょっと待ってよ、そうなってくるとまた話が変わってくるんですよ。まあ、ホグ置いてアーチャー入る。まあでも相手の玉に刺さんなかったら意味ないかな。ディガーもディガーでちまちま削っている間にさ、大型に簡単にご利用されて負けるとかがありそうなんで、まあできることなら使いたくはない。無事な、とりあえずウルトラ出てから考えようか。考えだから、その持ってねえのに考えても無駄っすね。はい、無駄ではねえけど。さあ、あと2勝。おい、まあ、タワレで言うと9だな。プロフィールがみんな恐ろしくなってきてる。メガナイト、ネクロウィザード、破壊神だ。え、てかバルキリー7よ。え、ガチすごくね、普通に。リスペクト。マジ俺より強いかもしんない。あー、これマジバルキリー回さないとやばい。ガチ虫？やなめできん。いや、これバルキリーがいるのかさえも冷静になる。あ、これマジやばいかも。あぶねえ。あのネクロが生きてたら大事故になるとこでしたけど、さあ耐えましたね。これもアーチャーが強いおかげか。うん、レベル10。このデッキね、だいぶ強いんですけど、ノーマルがね多いんですよ。ノーマル4枚も入れてるんで、全部を上げるのがねしんどい。だから解雇させたいのがいるんですけど、
コウモリかな。強いんやけどな、この子。ちょっと解雇プランがあるっすね。ホグコウモリとかの組み合わせがね、良すぎるんですよね。でもだからコウモリを抜くならホグも抜いちゃう。よいしょ。いや今日でだいぶこの先の負け作の未来が決まってきます。いや強ミカッチーになってたんだけど、やばくね？これもしかしてやばい。お、待って、ちょ待って待って待って、ゴリ押されてる、ゴリ押されてる、ゴリ押されてる、マジやばい。危ない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 、危ない、ビビるビビる。普通に勝ったと思ってた。メガナイト、メガナイトされてる。うん、いやレベル10メガナイトでも強えな。なんでだ。そしたら12バルキリーで出迎えてあげてんのに意外と止まんねえもんだ。この辺にギザーで来る、タゲ取りたい。いやー取れてないんかい。いやアーチャー強えわ、ギザードに勝てる。危ねえ、ちょっと怖かったな。いやだ、止まんねえな。このデッキもしかしたらゴリ押しがね、大砲もボムタワーに強化させて。さあこうがって、ウルトラ解禁、絶対勝ちます。こんな目前で負けることだけは避けたい。いやー一応バルキリー出すか。うっ、いって、あー美味しいな。コウモリが飛んでる。あーいや強いな。いやウルトラみんな使うね、持ってんね。3500でまあプリンセスを持ってるんで、初めてのプリン、うん、ウルトラがプリンだったってことですね。カッセールか、バババレル。あーバババレルちょっと強そうだね。さあじゃあ延命する、一旦防衛ホグで。いや裏なんだな毎回ゴブリンバレルが。やばい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 、マジで笑えん笑えん笑えん。普通に痛いんだけど、これ台本いらねえな。はい、ゴブリンバレル強すぎ相手のゴブリンバレルめっちゃ強いんですけど、俺のも超強い。共通なんですねこれは。うん、世界共通事項、ゴブリンバレルはぶっ壊れ。格上がやべえな。しちゃあ来ました、おめでとう俺、ついに解禁。運命分けます、お願い頼む、めっちゃ強いやつ欲しい、本気の願い。たまった、行きましょう、頼む、マジでお願い、めっちゃ強そう。おーメガナイトは嬉しいけど、めっちゃ嬉しいけど、いやめっちゃ嬉しいんだよメガナイトは。いやこれ使うしかねえよなこれ、ちょっと待ってよ。いやメガナイトは超嬉しい、ぶっちゃけ超嬉しいけど、これだとね去年もメガナイトバレル使ってんのよ、同じになっちゃう。一旦組んでみました、はい、こちらですね。メガナイトを今のに入れてみると、まあ、こんな感じの方がいいんじゃないかなっていう、まあ、バルキリーを外しただけか、はい、まあ、見た目は意外と強そう。一つどうなのかなっていう点では、この攻めカードがやっぱ2枚あると防衛がね弱くなっちゃうよねっていう思いが一つあるんですけど、まあ、逆に防衛が硬いデッキには絶対どっちかはさせそうだなっていう強みもある。一応今すぐねレベル10にすることも可能なんですけど、うんー、すごい悩んでます、はい。一応次のアリーナでもウルトラ解禁されるんで、まあ、フェニックスとかもありだよなーっていう思いもあるんですけど、ちょっと一旦メガナイトこれ上げずに、まだ余裕ある方だと思うんですよねレベルには。
なのでちょっとメガナイト型でね一戦やってみます。これでものすごい危なかったらすぐ捨てますちょっとねまたデッキをいじんなきゃいけないんですけど、どうだろうな。アチャコウモリスケ、あーベッドは非常に生きないんだよ。アチャコウモリスケはどうなんだろうね。こういうのにちょっと受けが、え、てかマジで普通に強い別化工場や。ちょっと待ってくれ。いやーゴブリン偉い。ここちょっと共有するか。なんかバールキリの方がね回転的にいいのかな。自己理想っていう部分がちょっと怖いてかメガネで使った瞬間ペッカくるやん。そういうのいらない。おー見えてるね、未来が見えてるよ。お主さ、バルキリー、いやこういうのもちょっとメガナイト、いやさすがに咲くな、何のためのメガナイトよっていう話なんで。さあアーチャーでこれペッカのコストねえぞ。古城ババか、飛ぶぞ。いやーまあメガナイトの強みはね、いやー単純に強いんだよな。うわーはーはー、メガナイト使いたくなるな。いやちょっとこれに関しては本気で悩むんですよ。ちょっと俺一人じゃね決めらんないぐらい悩むんですよね。マジでちょっとコメントで本気で参考にする、なんか意見ください。この今の俺の持ち手で何のデッキを使えばいいんだ。ウルトラメガナイト使うべきなのか、他のカードの方がいい。アーチャーゴブリンバレルとかは使いたい。うわーちょっと怖えやん。いやーメガナイト強っ、乾燥させていやこう見ると強いんだよな。いやさては3つ追加、手札回しが苦しい部分が多少あるかもだけど、そこはもう俺の実力次第みたいなとこあるかな。こういうのまん中メガとかでも気持ちいいねこれが。わあメガ使うか何時使い、一旦使うね、一旦ね。バレキリの方がいいかな。うわぁ一緒だよ、優柔不断が出ちまう。ここで鬼の優柔不断なんですよね、鬼のね優柔不断なんですよね。そうもう何でもいいタイプなんで正直いやこのマクサクはね俺だけのマクサクじゃねえからな。ちょっとみんなでクリアする、クリア自己ベストを出す、いけるとこまで行く企画なんで、ガチちょっと助けてください俺を本気で。うわーちょっと嫌なんだよなそれですら。うわーやべ、これザップとか来たら本気でやばいかも。クリじゃねえ、よかった、危ねえ。いやメガネと微妙かこのデッキだったら、なんか手札がだいぶ暇になっちまうんだよ。このデッキの場合バルキリーの方が安定する説を、いやーこういうのもちょっと入っちゃいそうだからな。はいはい、まあレベル9ならもあるか、これが11とかまでいけばまた話は変わるよね。さすがにドスン、これにだってコウモリとかつけるだけで強いんですよね、ウィザード系が来なければ。さあ処理してもらって、いやーこの時期のメガネと対処法もね難しいかな。よしよしよし、いやーマジで強い。いやーこれもね処理してくれる、ちょっとユニレベがだいたい相手と俺変わんなくなってきたっすね全体で見たら。ではカードの平均で言ったらもしかしたら負けてる
一緒ぐらいか。さあ、まあなんとか勝っていく。まあ言うてここは相手のレベルも一緒だったんでね、よしとしましょう。ちょっとメガナイトね、うわー11きた、怪しかったんで一旦バルキリーに戻します。そう、あー待って、矢の雨いらねえかな。矢のレベル上げたいっすね。アーチャー処理できないのマジでやばい。3つ上レベル10だったか今。2つ上のアーチャーも処理できないのはだいぶやばい。あ、これもうサービスですね。さあラッキー、だもうすぐウルトラ宝箱2周目いけます。さあ次かな、3650。あーギリ届かんか、あと2勝が。さあビリーくんタワーレベル9、意外と静かというかあれだね、銃とかがもっと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 いっぱいいるのかと思ってましたけども、平和な街ですね。さあタワーレベル、じゃあユニレベル9。あー、スパーキーはちょっとね嫌な顔ってか嫌っすね。あー、これやべえかな、これ。あー、ちょっと受けが下手でしたけど一旦耐えました。あー、スパーキーとかは考えてないっすよねもう頑張ればいいか。あー、レイジースパーキーとか止まんねえかな。これもしかしてメガナイトみたいなのがないと、やっぱ中型呪文もないんで重めのね、形を大型に組まれた時にワンパンでへし折られそうじゃない？なんか脆いよね、ポイズン的なね、欲しくなっちゃう。やべ、うん、まあさすがにいくか。折れてくれると楽ちんだけど、わあ、まあまあなんかでも反省というか今後に向けてのちょっと変えた方が良さそうだなっていうのはやっぱ分かるですね。この辺でなんかね、ちょっと上手いスパーキーとか来るともうボコボコにされそうじゃない？あ、これやばいかな、やばいのかな、これ折って、もし折られてもいいようにしてください。でもイーサーとかね、耐えろ、うーん、危ね、ああいうの絶対増えるじゃないですかこれから。なんならエリババとガゴムレが添えられてくるわけでしょ、こっから止まる気がしないんですよね正直。うん、難しいな頭がパンクするな、負け作よ。これ一体どうしたらいいんですか。さあカードマスター美味しいね。まあこれまた安定ですよ、タワーレベル9。でもウルトラがもう湧いてきてますね。スパーキー当たって、リガーが当たって、プリンセスが当たって、君は何を持っているんだい。プリンセス、まあ、プリンは正直相手にしててそんな怖くない。ヤナメでも10ぐらいだったら処せる気がすんだよな。どうだろう、
あープリンセススケブゴブリンバレルちょっといいな。あーちょっとやだ、いっていいな、頑張れそう。いやーよく頑張った。いやこれ熱いぞ。おいワンパンしてゆく。ちょっとアイテムで君参考にしながら行こう。さあこれでもう一枚ウルトラがゲットできます。まあ負け策はねやっぱそのマッチングする相手も重要だとは思うんですけど、なんか一番大事なのはね、いかにその効率よくバランスよく優れたデッキを作ることができるか準備できるかだと思うんで、この辺りを一番大事にしたい。6000体とか5000体のん？これどうなんだ？あーそういう感じか。ウルトラえ？ワイルドカードがもらえるのか。いやーこれメガナイト使いって言われてんだな。さあというわけで今日はねメガナイト最後出たんですけども、ちょっとねだいぶ悩んでる。デッキ構成だったり今後のことだったりですごい今悩んでる時期なので、本当にねちょっと皆さんのコメントを参考にどうにか切り抜けていきたいなと思ってるので、ぜひぜひちょっとたくさんね思ったこと何でも、はい、雑につぶやいてもらえると案外それがね僕にからしたらすごい助かったりもするので、ぜひともね雑にねゴブが使った方がいいよとかババコが最強だからみたいな、あーまあそこまでいらないんですけど、はいお願いします。次回はね3800いこうと思います。ではお疲れちゃんでした。またね。